これはもう食べるしかない。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、マックス・ブライです。皆さんどちらの回転寿司がお好きですか？スシロー、くら寿司、かっぱ寿司、はま寿司、いろいろとあります。このうちですね、スシローが今日からすんごいキャンペーンをやってます。なんと大トロ100円です。参ります。スシローがですね GoTo 超スシロー第4弾として300円ネタが100円になるキャンペーンを1月20日より開催しています。本日1月20日から24日日曜日まで大トロ300円が100円、そして25日から31日まで特大ジャンボホタテ貝柱が100円、2月1日から7日まで九州産うなぎが100円。これはやばい。なんだと聞いてる人の中にはですね、何がやべえんだと思う人いらっしゃるかもしれません。スシローよく大トロの100円祭りやってんじゃんと、知ってる知ってるみたいな人いるかもしれません。その通りです、よくやってます。でも今回のスシロー祭りは違うんです。今回はですね300円のネタを100円で売ると言ってます。スシローの大トロ100円祭りの時のネタと通常300円の時のネタ、スシロー通に言わせれば味が全然違うということです。100円祭りの大トロも大トロではあるんですが、その300円のネタと比べると油ののりも負けてるし食感も違うと。で多分ですねマグロの種類が違うんだと思うんですけれども、詳しいことは私には分かりません。スシロー通の人に聞きました。でも私が食べたとしてもですねバカ舌だと言われることも多いですけれども、どっちがうまいかは絶対分かると思います。食べたい、私も食べたい。そして今回その告知通りであればその美味しい方の300円のネタが100円になっているというはずでございます。これは食べるしかない。違いが分かる男はこの300円のネタをうまいと感じながら、実際にそのものの味を感じながら100円で食べるしかない。他にもですねスシローでは国産ネタで日本を応援キャンペーン本日からやっております。こちらは国産ネタが特別メニューとして食べられるキャンペーンということなんですけれども、北海道産のボタンエビ、マガレイ、生ホッキ貝、イワシ天握り、生ダコ、境港産紅ズワイガニ包み、羅臼産マイカ、宮城県産の金華サバ、明石産の天内ゆでマダコ、島根県山口県産の極上のどぐろの炙り、そして国産として大切りビンナガマグロ赤身、天然インドマグロネギトロ、生車エビ、金目鯛の炙りが用意されています。もう読んでいるだけで口の中がよだれの大洪水です。めちゃくちゃうまそう。これは絶対食べたい。でも緊急事態宣言が出ている中、外食は怖いという方多いと思います。ご安心くださいませ。今回の祭りのネタテイクアウトにも対応しています。もちろん100円の大トロもテイクアウトできます。スシローはネットからテイクアウトの注文ができるんです。支払いにはクレジットカードが必要ですが、最近では PayPay やメルペイにも対応いたしました。カードを持ってない人は PayPay やメルペイで買いましょう。大トロの100円楽しみです。そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。また山からお届けなんですけれども、私はどこでもプレゼン動画を撮ります。山動画ぜひともご覧くださいませ。こちらの下山動画がリンクされています。クーザラの山チャンネルもよろしくお願いします。マックスブライチャンネルもチャンネル登録ぜひ。ではさよなら。